字を入力してね。おばさんから預かったんだよ。
留守の間お願いしますって頼まれたんだ。だから寝坊しないようこうやって起こしに来たんだよ。すごい寝癖。せっかくだしご飯を作ってあげようかなって。うん、今さりげなくひどいこと言った。もう私だってご飯を作るお手伝いくらいしてるよ。できるから座って待ってて。何ってお魚だよ。冷蔵庫の中ほとんど空だったけどお魚の干物が残ってたから。おかずに目玉焼き作ろうと思ったんだけど卵とかお肉もないんだね。サラミとかビーフジャーキーなら残ってるんだけど食べる？これだけじゃ足りなかったかな。他に納豆とプリンが残ってたけど、せっかくだから食べる？いただきます。どうしたの？おいしいよ。ごちそうさまでした。寝ないから、ちょっとこうしてるだけだから。
ちょっとだけだよ。大丈夫。走ればまだ間に合うよ。最近運動不足だよ。ほんのちょっと走っただけなのに。え？私は平気だよ。ダメだよ。こんなとこで休んだら本当に遅刻しちゃうよ。ね、まだ間に合うんだから走ろうよ。それなら大丈夫だよ。ちゃんと知ってるんだから。